こんばんは、メッセージありがとうございます。今回はですね、私の大好きなメタリカ、メガです。この辺からね、攻めてくださいましたね。このね、シンフォニー・オブ・デストラクションね、破滅へのカウントダウンに入っていた曲なんですけども、これ当時ね、ブッシュ大統領が、政権を取ってる時に、大統領だった時にブッシュ大統領がミュージックビデオに出てましたよね。プロモーションビデオに。で、私あれね、ラストインピースの、ラストインピースはメガですよ、ラストインピースの CD とか、もちろんシンフォニーオブディストラクションも買ったんですけども、ムービークリップをね、当時大学生だったな。で、ちょうどね、メガデスのコピーバンドをむちゃくちゃやってた時で、まあ曲が難しいですね、あれはね。まあそういうことを思い出しながら聞いてましたけども、このね、メガデスの動画ちょっと概要欄につけておきますけども、このメガデスの動画とトランプさんの動画もすごい上手に作ってますね。これ面白いですね。こういう冗談ができる時代になったんだなと思います。私が大学生の時は、その音源をね、こう編集して、マッドテープっていうのを作って、それがなんか流通した覚えがあるんですけども、通販とかで。今はこういう風な YouTube があってね、編集もパパパッとする人がいるし、いや非常に音楽の幅が広がって、二次創作三次創作ってものまでね、エンターテインメントが広がってきましたね。なんかすごく楽しかったです。で、 FX の方ですけども、5万円から始めて20万円まで増やせた。これすごいじゃないですか。去年の8月からなんで、だいぶ半年ちょっとで、20万まで増やしたということですね。まあこの流れができればね。で、6万円負けたって書いてますね。まあ平均して増え続けてるんで、あとはロットを増やす、この精神力をつけるだけですね。で、転売の方も始めたけども、 FX のスピード感からおざなりね。確かに FX で利益取れると、転売はものすごくねスローペースなんで、もしかしたらこれね、 FX に絞って転売をね、ちょっと休憩した方がいいかもしれないですね。では、これからもね、しっかり放送させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。